皆さんこんにちは。ブギの女王として世間で大ブレイクしていた笠木静子さんの娘、亀井英子さん。今日は亀井英子のことについて紹介します。まずは亀井英子の経歴とプロフィールから紹介します。笠木静子さんの最愛の人、吉本栄美儀さんとの一人娘は亀井英子さんです。亀井英子さんは1947年6月1日生まれ、今年2024年には76歳ですね。この亀井英子さんは芸能活動などは行っておらず、プライベートなことははっきり分かっていないようです。しかし何の番組なのか分からずですが、2021年の1月にテレビに出ていたという情報があります。 BS11 でお母さん笠木静子さんのことを語っていたのでした。母からはたっぷりの愛情をもらったと、そして歌手を辞めてからは鼻歌すら歌わなかったということも、なんというか潔い人ですよね。笠木静子の孫というワードもネット上で見受けますが、亀井英子さんにお子さんがいるのかということも全く情報がないですね。ドラマも始まるので、亀井英子さんの口からまたお母さん情報を聞くことが今後あるかもしれませんね。2023年には朝ドラブギウギが放送されたこともあり、朝ドラをもっと楽しむための単行本が発売されました。パワフルな歌声とスイング感でブギの女王と呼ばれ、戦後の日本を明るい歌で元気づけた笠木静子さん。歌謡史に残る大ヒット曲東京ブギウギは70年以上も昔の歌ですが、耳にしたことがない人の方が少ないのではないでしょうか。私生活では一人娘を出産していますが、2024年現在娘さんはご健在なのかどうかも気になります。また娘さんの父親であり夫になるはずだった吉本興業の御曹司との恋、晩年の活動、死因についても見ていきます。1947年1月、妊娠5ヶ月のお肌を衣装でカモフラージュしながら日劇の主演舞台を務め上げた笠木静子さん。笠置さんにとってはこれが引退公演になるはずでした。なぜならお肌の子の父親である吉本栄美儀さんとの結婚が栄美儀さんの母にようやく認めてもらえそうだったからです。しかし結核が悪化して兵庫県の実家で療養していた栄美儀さんは5月19日、23歳の若さで帰らぬ人に。笠木静子さんの夫吉本栄美儀さんは元踊り自体は強くなかったのです。この時代は子供の出産率は高かったのですけれど、当時の環境的にも今とは随分違い、子供の死亡率も高かったのですね。母親の吉本清さんも肺結核の持病を持っていて、栄美儀さんにもそれはありました。肺結核は今では不治の病ではなくなりましたが、当時は国民病と言われた病。無理をして過労がたたって我々も風邪をひくことがよくありますが、吉本栄美儀さんはこれに持病が悪化したのです。国民病とはいえ遺伝的なものもあったのかもしれません。吉本清さんも子供たちが全員亡くなってしまい憔悴しきってしまいます。そして栄美儀さんの死後3年で後を追うようにして亡くなるのです。顔取り自身ステージで明るく歌う歌手にも日常があり、そのプライベートは計り知れない人間模様があるのですね。あのスパッと明るい笠木静子さんも本当に辛い思いをいくつもしていたのですね。そんなことを思いながらまたドラマを見ていきたいと思います。出産のために入院していた病院で訃報を受けた笠置さんは全身がガタガタ震え、お肌の子の鼓動まで止まるのではないかと思ったと日記に綴っています。絶望の淵で初産に臨むことになった笠置さんは6月1日、栄美儀さんの浴衣を握りしめながら無事に女児を出産。栄美儀さんの遺言通りに栄子と命名し、一人で育てる決意をしました。生まれてくる子供のために栄美儀さんが残してくれた通帳と印鑑以外、吉本家からの資金援助は受けなかったと言います。シングルマザーになった笠置さんは生きるために再びステージへ。乳飲み子を楽屋に寝かせ幕間に授乳するけなげな姿を
作曲家の服部良一さんが見つめていました。先生、新曲頼んますせと彼女に頼まれた服部さんは、とびきり明るく楽しい曲を歌ってほしいと考えます。東京ブギウギの誕生でした。シングルマザーであることを伏せる女性芸能人も多かったこの時代、たくましく生きる姿を包み隠さず見せた笠置さん。ブギの女王は戦後の世相を明るくしただけでなく、戦争未亡人の母親たちにも大きな勇気を与えたことは間違いありません。エーミギさんとの死別後は生涯独身を貫いた笠置静子さん。後年、娘の英子さんは、母はエーミギ一筋で、男性は父だけだったと思います、と語っています。二人が初めて出会った時にもらった名刺を、笠置さんは終生大切にしていたそうです。英子さんは1947年6月1日生まれなので、ご健在であれば2024年に76歳、亀英子として成長しましたが、結婚して性が変わっている可能性がありますね。残念ながら近況については一切の情報がありません。過去の情報もないことから、おそらく一般人であろうと思われます。2017年には、エーミギさんの母であり、吉本興業の創業者でもある吉本生さんの生涯をモチーフにした連続テレビ小説、ワロテンカが放送されました。英子さんもドラマを視聴していたかもしれません。後に笠置静子さんは歌手廃業を宣言して、女優活動に専念しますが、歌手引退後は私生活でも、鼻歌に至るまで一切歌を歌わなかったと英子さんは話しています。大スター、笠置静子の素顔を知る身近な人物の貴重な証言です。1943年6月、笠置静子さんは名古屋で公演中だった先輩役者の楽屋を訪ね、吉本栄美義さんと出会います。彼はまだ19歳で早稲田大学の学生でした。二人はお互いに一目惚れ、美男子好きの笠置さんが、美目秀麗な青年、と辞書に記していることから、二枚目だったことは間違いないでしょう。恋の炎は燃え上がり、翌年には結婚の約束を交わすまでになりますが、ここで思わぬ障害が。栄美義さんを吉本興業の後継者にと期待していた母性さんが、結婚を認めなかったのです。反対した理由については、笠置さんが9歳年上だったから、また派生さん自身が芸能界の裏を知り尽くしていたからなど諸説があり、真相は不明です。栄美義さんは母親に認めてもらうために大学を中退し、吉本興業東京支社で働くことに。やがて笠置さんの妊娠がわかると、生産の態度も軟化して、二人の結婚は周囲に公認されるようになりました。笠置さんは芸能界を引退して結婚する予定でしたが、栄美義さんの病状は悪化の一途をたどり、入籍が実現しないままこの世を去ってしまいます。息子の死後、生産は孫に当たる女児を引き取りたいと申し出ますが、笠置さんはこれを断りました。英子さんは栄美義さんの血脈を受け継いではいるものの、吉本家の人間ではありません。家系図の上では、吉本家の栄美義さんの家系は耐えてしまったことになります。生まれたばかりの我が子を抱え、生きるためにブギを歌った笠置静子さんですが、やがて歌と踊りに衰えを自覚して歌手業を引退。以降は女優業に専念するようになりました。その際、自ら映画会社やテレビ局に足を運んで、これまで通りのギャラでなくて良いので、ギャラを下げてでも使ってくださいと頼み込んだそうです。一世を風靡した大スターが娘を育て上げるために、出演料ランクの降格を申し出たわけですね。女優としても多くの作品に花を添えた笠置静子さんですが、代表作は高峰秀子さんと共演した銀座カンカン娘でしょう。晩年は、たくましく生きる明るい母親役を好演していた印象が強いです。人気番組、家族揃って歌合戦の審査員や、台所用クレンザー、カネヨンの CM のおばさんとしても、親しまれていました。乳がんが発覚したのは1981年のこと、手術は成功しますが、2年後に卵巣に転移。1984年9月からは入院生活を送っていました。闘病も虚しく、70歳でこの世を去ったのは1985年3月30日でした。
死因は卵巣がんです。服部良一さんの電気ドラマ昭和ラプソディで笠木静子役を演じている研ナオコさんを見て、日劇時代は楽しかったねと懐かしそうにつぶやいたのが最後の言葉でした。美空ひばりさんが登場するまで大衆音楽のスターとして君臨した笠木静子さん。戦後復興期を象徴するスターといえば、まず最初にブギの女王を思い出す人も多いのではないでしょうか。笠木静子と検索すると孫というキーワードが候補に上がってきますが、亀井英子さんにはお子さんや孫はいらっしゃるのでしょうか。調査したところ、おそらく亀井英子さんが吉本星さんの孫にあたるからではないでしょうか。吉本星は吉本海右の父親で吉本興業の創業者です。今では吉本興業といえば大手エンタメ企業ですよね。なので検索する方が多いため、孫というキーワードが候補に入っているのではないでしょうか。ブギの女王の娘である亀井英子さんがもしかすると今後雑誌やテレビでインタビュー受ける可能性があるかもしれませんので、注目しておきましょう。